そういう動きから全体につながるウェーブがポイントなので、こんにちは、アフロート表参道店のミキナです。今日は韓国アイドル風のウェーブ巻きをやってみましたので、ぜひやってみたい方、気になる方は最後まで見てみてください。それではどうぞ。前髪はマジックカーラーを使って巻いていきます。前髪のところを分けていただいて、で少し高く上げていただいて、毛先をしっかり巻き込みます。で最後にキュッとやると落ちないの で毛先を巻いていきます。今日使うのはキヌージョさんの 32mm のアイロンで160度で巻いていきます。毛先を先にワンカール外側に巻いていきます。160度なのでちょっと3秒ぐらい置いてやるとしっかり跡がつきます。で巻いた部分を後ろに投げておくと次の部分が巻きやすいのでやってみてください。結構ワンカールするときは思ったよりこう1回転半くらい巻き込むとカールがこう上を向いてくれて可愛くなるので、なんかワンカールで可愛くならないなって思ってる方は結構毛先をこうくるくるっと巻いてみてください。こんな感じで反対側もやっていきます。巻き込んだ時に少しだけコテにこう髪を沿わせると自然なウェーブがちょっと S っぽい感じでかかってくれるので、ストーンってなったところでいきなりカールよりかはちょっと全体的なウェーブをつけたいので、ちょっとこう当てる感じでやっていただけると自然になるのでやってみてください。これで毛先は終了です。毛先が巻けたら次はこの中間部分を巻いていきます。顔周りは最後に巻くのでこう下ろしておいて、最初は耳から前の毛束を巻きます。で毛先はもう巻いてあるのでここを無視して巻いていきます。で外巻き、リバース巻きにしたいのでアイロンの動きはこっちですね、顔より外に行く感じで巻き込みます。毛先を入れずに巻き込めるだけ巻き込んでいきます。少し時間を置いたらそのままねじったりせずに下ろします。こういう形にしておいて少し崩さずに置いておきます。次もさっきと同じくらい毛束を取ります。で同じようにコテを入れて、コテの角度は縦にしすぎず横にもしすぎない斜めくらいで入れてあげて、で縦に抜きます。縦にコテを抜くとこのカールのリッチ感が出るので、この波が強く出せるので
縦に抜いてください。で次も同じくらい取って巻いていきます。巻き込むのは結構アイロンが厚くないところまで巻き込むイメージで、結構上の方から蜜を入れていきます。毛先を外して巻き込んで縦に抜きます。で全体巻くとこういう感じになるので、ちょっと全体をこうまとめてこの状態で反対側を巻きます。で結構巻き髪を緩く出したいときは多めに毛束を取ってあげて巻いたりすると、その分熱がやんわり伝わるので緩く巻けます。で逆にしっかりカールを出したい方はこの毛束を細くしてあげると熱がしっかり伝わるので、結構しっかりこういう強めのウェーブが出せるので、それで毛束を調整するのもありです。で私はロングなんですけど、もう少しミディアムだったりとか短い方はこのお首元巻くときはやけどしないように気をつけてください。こっち側もまとめておきます。全体が巻けたら顔周りを巻いていきます。だいたい韓国風にカットされてる方は顔周りが結構短く切ってあることが多いので、こことここを分けて巻いていきます。巻き方はさっき あのこっち側巻いたのと一緒でリバースに巻いていきます。結構これも巻き込めるだけ巻いて OK です。下に向きます。この顔側も結構コテが近くなるんですけど巻き込んで後ろに行くとこういう動きになります。顔周りが巻けるとこんな感じの動きになります。ちょっとこう外側に後ろの毛となじませてあげると韓国っぽいこういう動きになります。反対側も巻きます。顔周りに少し動きを出したいので、まっすぐな毛がないように細かく髪の毛を拾って巻いてあげるのがポイントです。こっち側もできたら前髪を外していきます。前髪を外すときは結構こうふわっとさせたいので少し高く取ります。ってなったらお好みの分け目のとこで分けていただいて、マジックカーラーを使うとこう根元からふわっとなるので、少し長めに切ってる方でもコテで巻くよりふわっとなるのでおすすめです。で全体が巻けたので今日はツヤを出すためにオイルをつけます。少しこう全体崩してからつけます。オイルは少しツヤが出るタイプを選んで、私は少し髪が柔らかいので軽めのタイプを使います。でロングなのでだいたい5プッシュぐらい中間から毛先に向けてつけていきます。で結構スタイリング剤をつけた時に巻き髪が取れちゃうという方が多いと思うんですけれども、こうつける時が大切で、こうピーッと引っ張ってしまうとあのカールも取れちゃうので、結構ふわふわっとした感じでつけるのがおすすめです。ちょっとつけにくいと思うので首を傾けたりするとこの辺りもしっかりつけれるのでやってみ
顔周りもしっかりつけます。で前髪を少しあのシースルーでサバ缶にしたいので、余ったのを指先に取ってつまんであげるだけで透け感が出るので、あんまり根元からつけちゃうとさっきのふわっとしたのがペタッとしちゃうので、前髪は本当に毛先だけつけます。ちょっとカールを整えたいので全体についたら少し櫛やブラシでもいいんですけど軽く溶かしてあげるとより韓国っぽく巻けるのでおすすめです。今日は韓国アイドル風のウェーブ巻きやってみました。ポイントはこの顔周りのこういう動きから全体につながるウェーブがポイントなので、ぜひ動画を見てやってみてください。レングスは私くらい長い方かこのくらいのミディアムの方でも同じ巻き髪で挑戦できますので、ぜひやってみてください。ありがとうございました。